キュランダは、オーストラリア、クイーンズランド州、ファー、ノースクイーンズランド、シャイアオブマレーバの村である。毎週数千人が訪れる観光地であり、ケアンズから2 5トル離れ、世界遺産に登録された森に囲まれている。2016年時点で、の人口は約3000人。キュランダに1万年以上前から暮らすアボリジニの、ジャブ外族は、この地を、 カモノハシの土地を意味するムガンベと呼んでいた。この地はジャブガイ族にとって重要な狩猟地であり釣り場でもあった。1800年代初頭にヨーロッパ人の近郊炭鉱者や林業者が入植し始め、この白人たちによって原住民の生活は破壊された。1888年にトーマス・ベハンにより測量された後、1891年に ケアンズからの鉄道が完成している。これは原住民に不評を買い、原住民は侵略者の白人に立ち向かった。これに報復し、1890年代半ばに、早期入植者のジョン・アザートンは、騎兵を送り、悪名高いスピーウィの虐殺が起こった。これだけでなく、似たような未報告の虐殺が起こっているとされる。4000から5000人ほどいた、原住民は、 急速に減少していった。1896年に入植者が最初の農作物としてコーヒー栽培を始めた。原住民は急速に拡大しているプランテーションで農夫として利用され、それは20世紀に至る。原住民は白人集落周辺に住むようになり、数千年続けてきたり漁はできなくなった。その後、バロンの滝や熱帯雨林が休日や 新婚旅行の行く先となったが、1940年代には、軍が配備され、軍隊の訓練等が観光よりも優先された。1960年代にはこの地域で、最初の水力発電所が建設された。1960年代後半にはヒッピーが、1960年代から1970年代に、かけて、職人や芸術家が移住し、21世紀初頭現在では、 多くの木彫職人、宝石職人、陶芸家、ガラス工芸作家、手工芸作家、画家が在住している。1978年にキュランダオリジナルレインフォレストマーケットが開かれ、その後、キュランダヘリテージマーケットも開かれ、観光地化していった。海抜380メートル、世界遺産に指定された熱帯雨林に囲まれている。雨季と寒季に分けられ、 1>, 1月が一番暑く7月が一番寒いが、気温は大きくは変動しない。近くのバロンガーだけでなく、バロン峡谷国,国立公園や、デイビスクリーク国立公園への中、長距離、ウォーキングコースが整備されている。マーケットでは、蜂蜜やコーヒーなどの食料品や、工芸品などが販売されている。キュランダヘリテージマーケット内を予隣接して、キュランダコアラガーデンズ、 バードワールドキュランダ、オーストラリアンバタフライサンクチュアリの3施設がある。これら3つをキュランダアイルドライフエクスペリエンスと総称している。キュランダ郊外の世界遺産に指定された熱帯雨林内に40ヘクタールのレーンフォレステーション、ネイチャーパークがある。熱帯雨林の動植物を観察できる以外にも、アボリジニの文化を体験できるパマギリアポリジナル、エクスペリエンスやコアラ ワイルドライフパークがある。1976年7月29日に開設された。ケアンズからキュランダまでは、キュランダ観光鉄道や、スカイレール、レインフォレストケーブルウェイのほか、車やバスでの移動も可能である。バスは、ケアンズからキュランダだけでなく、スピーウィ、マリーバ、アサートンまでを結んでいる。ありがとうございます。